どうも皆さんこんにちは。簡単ウクレレ教室ガズレレのガズでございます。本日もこの小さなウクレレを使いましていろいろな曲に挑戦してみましょう。さあ皆さん音楽始めましょう。今回のテーマソングはドン、キンキキッズの愛の塊。こちらの曲、キンキキッズのお二人が作詞作曲したという、まあもう熱いラブソングでございます。これをですね、この小さいウクレレでガズレレリック簡単バージョンでやってみましょう。いつものように2バージョン。最初のバージョンは初心者の方でもなるべく簡単にできるように弾けるようにしてるガズレレ超シンプル簡単バージョン。後半は軽やかなリズムに乗せてグルーブの中でそれを歌っていく。リズムと一緒にこう、一個で形にしていくというかっこいいバージョンをやりたいと思います。2バージョン、最後までご覧になってください。さあ皆さん大好きな曲、聴くのもいいですけど、やりましょう。やる方がもう数倍楽しいですから、これは本当に面白い。で、いつもガズレレではそういう活動をしております。そうするとね、たまにな、私ちょっとやりたいんだけど無理なんです、難しそうとかいう方の声が聞こえてきそうですけど、簡単なんです。今ご覧になっているガズレレではですね、そのような方がどん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 ウクレレで音楽で楽しく弾き語りできるように、なるというプログラムがもう用意されておりまして、それを見ているだけでどん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 弾けるようになります。今これを見てね、世界中の人たちがもう何万人もウクレレで音楽始めてます。とにかく簡単にしてますから安心してください。もうちょっとしたらここにリンク貼ります。このリンク先に行ってもらって、上から順番に、動画を見ながらウクレレ触ってるだけでウクレレの色がもう全部わかりますから、はい、やってみましょう。YouTube ですからね、いつでもどこでもスマホでもちょっとした隙間時間にできて無料です。いってらっしゃい。ほい、いってらっしゃい。そこには今までガズが取りためたありとあらゆる音楽ジャンルの曲がウクレレで簡単に弾けるようにしているレッスン動画がすでに1300曲ぐらいはもう上がってると思います。最新 J-POP、定番 J-POP、昭和の夏メロ、歌謡曲、演歌、洋楽、ハワイアン、アニメソング、映画の曲、大体世の中にある曲をウクレレで弾けるようにアレンジ、簡単アレンジしてて、毎日増やしてるんで、どんどん増えていきます。これから音楽聴くからやるに変えていきましょう。さあ、それではやってみましょう。キンキキッズの愛の塊、ガズレレ流シンプル簡単バージョン、やってみます。愛の塊、ガズレレ流シンプル簡単バージョンやってました。いやー、これはもうすごくこうキュンとくる。僕掴んでね、この歌詞の内容と一緒にこう演奏してください。これやってみるとわかるんですけど、歌い方とか言葉のタイミング結構ね、しっかり歌おうと思うとリズムに合わせるの結構難しいと思いますんでね。好きな方はこれ歌えると思いますので、大いに楽しんでいきましょう。今聞いていただいてわかったように、今なんでガズレレオリジナルショートカットアレンジバージョンでやってます。フルでやりたい方、2番とかを主にショートカットしてるんで、コード進行一緒ですので、書き足して、オリジナルの楽譜を書き出してください。で、今
今のガズレレシンプル簡単バージョンで YouTube で一緒に動画と一緒にできた方も、やっぱり紙に書いてご自身だけで演奏していて、いずれ覚えちゃうのがいいと思うんですけど、とにかく書くという作業をしてもらいたいんですけど、今ね、この、あとその時の参考になるためにいつもこうやって映してるんですよ。なんですけど、今このガズクラブというサービスが始まりました。このガズクラブっていうのはクラブ会費毎月660円をいただきまして、毎月5曲のダウンロードができるって言うんですよ。これをこのままデータで皆さんのお手元にお届けができるという、そういう新しいシステムになってまして、ぜひこのガズクラブをご活用ください。でね、このガズクラブでは楽譜のダウンロードだけじゃなくて、イベント、クラブ員限定のオンラインライブイベントとか、これがめっちゃ盛り上がったりとかですね、もういろいろあります。SNS があって質問してたりとか、毎朝僕もいろんな発信してますんで、クラブ活動始めよう。はい、そういうわけで書ける方はどんどんメモって書いていきましょう。はい、こんな感じになってます。これね、言葉のリズムが結構難しいんですよ。僕も最初は結構、ゆるくやってたんですけど、しっかりね、こう、洗い出してみると、言葉のね、入るタイミングが、だから絶妙なところついてくるという感じで、そこら辺が面白いと思います。コード進行はすごいシンプルですけどね。はい、ここが A メロのところでございますね。はい、で、ここが、こんな感じ。B メロから、サビ。サビここ2回連続してますからね、ちょっとオリジナルアレンジです。この B メロなんかもね、で、ここ、あ、そうだ、ここ一応言っとくと、下にくるっと書いてあるやつは、後半やるかっこいいバージョンで使うコードですからね、この辺もなんかいろいろ書いてあります。後で解説していきます。はい。はい。で、ここからサビ。サビ、ここね、2回し分あるんで、ちょっと長いですけど。ですかね。ちょっとわかりづらいよという方は、動画のテロップを一時停止して書いてもらうのがいいと思います。そして、かっこいいバージョンではここ全部終わったら、最後もう一回イントロのフレーズをやって終わろうと思います。そういうガズレレアレンジコードになってます。アレンジ、曲のアレンジになってます。じゃあ出てくるコード解説しましょう。いきます。Am, F, Dm, G7, E7, Em7 の。これ入門コード6個ですよ。はい。見てみましょう。これはですね。どう？ガズレレ必須コードというコードでございまして、まあ、ウクレレでね、音楽始めようと思った方は、まずこのガズレレ必須コードと呼ばれている、めちゃくちゃ役に立つコードを覚えてくださいということで、いつもガズ言ってるんですけど、これ10個あるんですよ。10個のコードを覚えるのがまず一番いいと思うんですが、10個もあるのかと思うでしょ。安心してください。1個ずつ見たら、これも1個のコード、これも1個のコード、1個ずつは簡単。でも10個一遍となると、やっぱりちょっと頭がこんがらがあるんで、私が動画で、めちゃくちゃわかりやすい動画で解説しています。ここにリンク貼っておきます。ここで、この動画で見るとね、もうスイスイ10個ぐらいコードが覚えられちゃう夢のような動画になってますんで、ぜひ10個のコードマスターしてください。で、今日はそこのうちの6個ですから、はい。コード的に言ったら、この曲は簡単ですけれども、まあ、さっきも言ったように、この歌のね、入るタイミングはなかなかのもんでございました。はい。そこら辺面白がってやってみましょう。じゃあ、こっから、かっこいいバージョンの解説に入っていきます。かっこいいバージョンはね、やっぱコード進行はね、まあほぼ同じなんですけど、やっぱリズムですかね。リズムはです。これでいこうと思います。迷ったんですよ。これね、16ビートの要素もすごく強かったんですけど、今回はあえてちょっと8ビートのチャでやってみようと思います。これ16ビートでもかっこいいと思うんですけどね。今日は8ビートでやります。ちょっとやってみると、サビでいこうか。思い切り抱き寄せられるとここを。こんな感じ、8ビートのチャっていうのチャッツチャッタンチャッタッツ、こんな風な弾き方なんですけど、これね16ビートでもいいんですよ。思い切り抱き寄せられると心あなたでよかった、これでもかっこいい、どちらでもいいと思うんですけど、まあ、今回はガズのアレンジとしては8ビートのチャでやってみようと思います。この2つ、あ、このリズムの弾き方、ここにリンクあっています。このリンク先はウクレレでできるリズムのいろいろというガズレレホームページの1枚で、その中から8ビートのチャという動画でどんどんマスターしていってみてください。8ビートのチャっていうのはですね、まず超基本である8ビートというね、リズムができた上での話ですかね。まずは8ビート。何もリズムにわかんないよということは8ビートからやってみてください。という。で、この曲は全体を見てみますと、かなりシンプルで、ほんと淡々としてるんですけど、ちょっと見ていくとですね、ワンブロックにコードが4つ入ってくるところとか出てきます。それは テロップ見てたらわかると思いますけど、一箇所ですね、B メロの一番サイン、B メロのところで2箇所かな、キメが入ります。ちょっと B メロやってますね。ワン、ツー、スリー、フォー。教えたいもの、見せたいもの、さー、次です。ありすぎるの、よー。ありすぎるの、よー。よーというところで G7 がスパーンと入ってくる。ダンダダン、スパーン。キメです。ここがやって、その次ね、言葉や仕草は、あなただけのために、あるから次です。
ここタンタンタンってやったと一回タンだね。その時に思い切りが入る。もう一回ちょっと、B メロの最後言葉やしぐさはあなただけのためにあるから次ですよ。思い切りと入ってきます。タンタンタンチャチャの時に思い切りね。タンタンタン思い切り抱きし、はい、この B メロのところで2回決め、ちょっともう一回最初からやってみます。 B メロね。ワン、ツー、スリー、フォー。教えたいもの見せたいものたくさん次来るよ。ありすぎるのよ言葉や仕草はあなただけのためになるから。思い切りこんな感じでございます。シンプルだけでこの B メロ決めていきましょう。はい、そういう感じのこの曲の全体像なんですけれども、曲のこのリズムとかね、こうノリももちろん大事ですけど、決めとかも大事ですけど、やっぱりこれ歌のね、歌心ですよ。はい、これは本当ね、なんかこう光景が歌詞を読んでるとこうイマジネーション湧くでしょ。それを頭に思い描きながらこう歌うのがまたきっとこう心に入ってくると思いますんで、はい、そんな感じでやってみましょう。キンキキッズの愛の塊、ガズレレ流かっこいいバージョンやってみる。ワン、ツー、スリー。心配しすぎなあなたは電車に乗せるの嫌がる。塊がずれる理由かっこいいバージョンやってみました。これ歌の歌い方っていうのかな、流れるように、例えば最初のところ心配しろすぎなあなたは結構これ裏拍で来るんで、これがスルスルスルと歌うの結構こう難しいかなって感じですけど、それはリズムがシャキシャキして歌はこうサラサラと流れていくという、その辺もすごくこう見どころというかやりどころかなと思いますね。十分楽しんで、味わって歌っていきましょう。ありがとうございます。この楽しさ皆さん周りの方にぜひお伝えください。ウクレレとか音楽やってると本当楽しくてもう免疫力も上がるしね。はい、ご近所の方とか同僚の方とか同級生とかぜひぜひウクレレ広めていきましょう。このガズレレ YouTube チャンネルもぜひご活用ください。いいねとかチャンネル登録ぜひよろしくお願いいたします。そして今このガズのいつも使ってるガズのわがままウクレレ、今のところセミオーダーも すぐ完売してしまって、またねこれも通常ラインもですけど、このセミオーダーもまあどんどん増やしていけるように今ベトナムのモジャ君と、まあ、スタッフ一同でちょっと一丸となっているんですけど、やっぱりハンドメイドでねもういきなりボンとこう増やすっていうことはいかないんで、今ご注文いただいている皆様お待ちください。今ねもう発送されるところです。はい、
その辺ちょっとね、いろんなやっぱり物流の混乱とかあるんであれなんですけど、間違いなく進んでおりますんで、ご安心ください。よろしくお願いします。あといろんなねことありますよ。順番、まずこの赤い本がもう大ヒット中でございます。リットミュージックの本、ガズレレの本、本当これね、皆さんありがとうございます。ご活用ください。100曲入り、あと他にも黄色い本と緑の本とかねありますんでね、こんな、これも、これもそうだ、増刷が決まりましてありがとうございます。あとなんだっけ、アプリだ、アプリ、アプリに40曲また新たに追加になって、アプリは今ね1曲ずつのダウンロード、グループっていうセットのダウンロードで、だいぶいろんなことができるようになって、メトロノーム機能とか、画面がスクロール、自動スクロールとかついてるんで、これアプリ入れるだけ、皆さんのスマホやタブレットに入れておいてくださいませ。あと今ですね、このガズのわがままウクレレをプレゼントするキャンペーンが始まっております。このキャンペーンはこの G ラボっていう、こう一つのねウクレレを制作する、チームの、リーダー上田氏が書いているザ・ミッションというブログの中で、それをやってるんですけど、クイズがありますから、それに答えないと応募できませんよ。ぜひぜひちょっとこの辺で確認しておいてくださいませ。さっきもご紹介しましたけど、このガズレレの楽譜なノートのデータがスキャンできるというガズクラブ、これもね、今どんどん会員、ガズレレクラブ員が増えてます。ここでやるイベントなんかもめちゃくちゃ面白いんで、あと SNS でいろんなやり取り、こちらの方もぜひチェックしておいてください。そしてガズレレではいろんなグッズがあります。こうキャップだとか T シャツ、あとこのストラップ、これもね、マイハニー小杖さんがこうハンドメイドで作ってるものでございまして、なかなかいいですよ。あとはこの水引き、ガズの両親が1個ずつ作ってる、世界に1個のこの水引き、ここ挟むだけですから、別にこれ外せばもう何でもないウクレレです。これがついてると、あ、これ自分のウクレレで愛しいなとか思います。こういうのとかですね、あとはこれです。いつもご案内してますけど、ガズのデザインしたウクレレ、コンサートウクレレまで入るウクレレリュックサックなんですけど、これリュックサックなんですよ。で、こういうふうに横もにも持てて、ビジネスマンが持てても全然違和感がないということで、これウクレレが入ってるのはとてもじゃないけど思われないということで、あと中に開けると、譜面台が入るポーチ、これマジックテープでどこでも動かせるんでね、便利です。あとちっちゃいこういうポーチ、2つのポーチがこうついております。そして中はね、これもちろん生地は楽器用専用のものすごい分厚い楽器をしっかりホールドして守ってくれるやつなんで、ぜひこのリュックも、チェックしておいてください。そんな感じでとにかく盛りだくさんのガズレレなんですけど、とにかくガズレレホームページを見ていただくと、大体のことが分かると思いますので、ここはいつもチェックよろしくお願いします。それでは楽しくウクレレしましょう。音楽がある、ね、日常っていうのは本当に豊かだと思いますんで、どんどんやりましょう。ありがとうございました。それではまたガズレレでお会いしましょう。さよなら。